これより会議を開きます。内閣提出消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案を議題といたします。この際お諮りいたします。本案審査のため本日政府参考人として内閣官房消費税価格転嫁等対策準備室長斉藤哲夫君、内閣府大臣官房審議官豊田金吾君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長原俊博君、消費者庁審議官草桶貞信君、消費者庁審議官菅久修一君、国税庁徴収部長岡南啓二君、中小企業庁次長富田健介君、および国土交通省大臣官房審議官毛利真嗣君の出席を求め説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので順次これを許します。近藤陽介君。委員長。近藤君。民主党の近藤陽介であります。今日は稲田大臣、茂木大臣はじめ、関係の政府の皆様ご指摘をいただきましてありがとうございます。消費税の価格転嫁法案の法案質疑に野党のトップバッターとして入らせていただきたいと思います。私はこの消費税転嫁法案の質疑に対して、先日久方ぶりに本会議で、代表質問させていただきました。6年ぶりぐらいに本会議の壇上に立たせていただいたので、若干緊張いたしましたが、大変多くのご声援をいただきまして、感激をしたところでございます。この消費税をなぜ引き上げる必要があるのかということについてはもう論を待たないわけでありまして、子育て、年金、介護、医療といった社会保障制度、まさに人生のセーフティーネットであるわけでありますけれども、ここを持続可能なものにする、そして、より充実をさせるといった目的のために、誠に国民の皆様には申し訳ないわけでありますけれども、この消費税の引き上げ、税率を引き上げるほか道はないということで、当時3党でですね、真摯な議論を重ねて合意に至ったわけであります。で、この合意に至った三党合意を踏まえてですね、本会議の時も指摘をさせていただきましたけれども、民主党政権の下で閣議決定をさせていただいた社会保障税一体改革大綱には明確に、自ら身を切る改革を実施した上で税制抜本改革による消費税引き上げを実施すべきとこう書いているわけであります。自ら身を切る改革を実施した上 でこのことはすなわち、行政改革を意味するわけであります。また併せて、残念ながらこれは昨日片廃飛行で、決定本会議で可決をしてしまいましたが、衆議院の定数の、これは衆参両院だとは思いますが、定数の削減の議論も当然立法府としても自ら身を切る改革、こういうことだろうと思います。ですから党首討論においてですね、定数削減、について、高等間で、これを実施しましょうということを当時の野田総理が申し上げ、そして安倍当時自民党総裁もやりましょうとおっしゃり、山口公明党総裁もこれは素晴らしいことだとやりましょうと、三党がまさに党首討論の場でですね、定数削減についても同意をした、次の国会まで、すなわち今国会でありますが同意をしたわけであります。残念ながらそれについては大きな進展が見られないまま055減のみが先行してしまったわけでありますが、これについては議会において、ぜひ進める、定数削減を進めるべきと我々の責任においてやらなければいけない。合わせて行政改革についてもこれは徹底してやらなければいけないとこう思うわけであります。そこで、改めてこの場でですね、稲田大臣はこの本法案の責任閣僚でもございますが、同時に行政改革担当の閣僚でもあられます。消費税率を引き上げるにあたって環境を整えるこの本法案の責任者で
あるわけでありますが、同時にこの大綱にも示されている自ら身を切る改革、行政改革を実施する責任者でもあられます。そこでお伺いしたいのですが、まずその中でこの行政事業レビューであります。行政事業レビューについては、我々政権下でですね、いわゆる行革仕分けをスタートに、それぞれ各省庁においてですね、政務三役が加わってというよりも主要的な役割を果たしながら、各行政のですね、事業を所管、各担当の事業を点検をしていくという、まあ、その中で、いわゆる民間企業における PDCA サイクルをしっかり行政の中にも根付かせていこうと、まあ、全体の行革仕分け、はこれで進んだわけでありますけれども、それをさらに踏み込む形で、行政自らが行政事業 をレビューするということでスタートしたわけであります。で、その行政事業レビューでありますけれども、安倍政権になって新しい方針が示されたと。で、その中でですね、政務三役が、まあ、加わらなくてもよいという方針が示されました。で、これはですね、なぜ、政務三役が加わらなくてもよいという方針を示されたのか、私は行政事業レビューについては政務官時代もまた副大臣時代も経済産業省に関わってまいりました。で、また逆に行革仕分けの立場では、仕分け人に対峙する立場で政務官として、も主張してまいりました。両方の立場を経験させていただきましたが、非常にこれはですね、いろんなご批判はあるにせよ、政治家が加わるという意味は私は大きかったとこう思います。なぜ政治家が加わらなくても良いとされたのか、政治家が加わったことで何か大きな不都合でもあるとご判断されたのか、まずその理由についてお答えいただけますか。稲田国務大臣。私も先日本会議場で初めて趣旨説明をいたしまして、大変緊張いたしておりました。近藤委員が、先生がですね、質問を緊張されているには全く見えませんでした。で、その中で、まあ、行政改革についてかなり厳しいご指摘もございましたが、それは行政改革しっかりやるようにという私はエールだと受け止めさせていただいております。先ほど近藤先生ご指摘のようにですね、私はやっぱり政治に対する信頼というものをですね、取り戻さないと、この増税のような国民に対する負担を強いるようなことはですね、決して理解をされないと思っております。その意味におきまして、まあ、消費税増税に限らず政治に対する、まあ、信頼を、まあ、取り戻すというか勝ち取るためにも、この行革についてきちんと取り組んでまいりたいと思っております。その上で先生がお尋ねの行政事業レビューでございますが、私は民主党政権で行われたものもいいものはですね、きちんと引き継いでいきたいと思っております。この行政事業レビューを引き継ぐことにいたしましたのも、この各府省がですね、自ら5000にわたる事業を自ら見直すという、そういう仕組みは非常に重要だと思ったからでございます。その中で、改善をしようということも考えました。そして、これまで、政務担当職員、外部有識者の、混成のチームで、行政事業レビューを推進していたんですが、今回は、事業の点検にあって、それぞれの役割分担、位置づけを明確にしようということを考えました。で、今回の見直しでは、各府省が自らの事業の検証を行うという、取り組みの、趣旨を踏まえまして、予算の企画立案や事業を執行する立場にあり、その必要性や有効性の説明責任を負うべき担当職員が責任を持って、事業の点検を行うよう事務方を基本としたチームを設けたわけでございます。そしてその結果を外部有識者がチェックをして、そして民主党政権の、レビューシートを改善した形で、有識者の欄というものもですね、きちんと設けて、有識者がどういう意見であったということも明確にするようにしたわけでございます。先ほど、近藤委員がですね、政務が参加することに何か問題があったのかというご指摘
ですけれども、問題があったというふうには認識をしておりません。そしてこの行政事業レビューは各府省の見直しですから、各府省の判断で政務が参加するということもやっていただいたらいいのではないかなというふうに思っております。いずれにいたしても、民主党政権下で行われてきたことを引き継ぎ、そしてその上で改善をした上で取り組み、またその取り組みの中で何か問題点があれば、また委員からもご指摘をしていただきながら改善をした、より良いものにしていきたいというふうに考えております。近藤陽介君。ぜひ、いいものは引き継ぐという、姿勢、これはぜひそうしていただきたいと思うわけであります。我々民主党政権時代でも、自民党政権下で、自公政権下で行われたものについてですね、いいものはいいと言って、3年半引き継いできたものも多々あるわけでありまして、政権というのは、一種、駅伝のリレーみたいなものであって、それぞれ、その日本国の国府を増やし繁栄をさせるという思いで、たすきをつなぐ話でありますから、政権が変わってもそれはたすきはつながれるんだろうと、こうは思います。ただちょっとあえて申し上げたいんですが、改善をされたとおっしゃいますが、私の目から見るとどうも改悪をされた部分が多いんじゃないかなと言わざるを得ない部分があるんです。代表的な部分で申し上げますと、例えば廃止といったことをですね、今回の行政事業レベルでは基本的にはこの廃止についてはなくすと、レビューで廃止という判断はしないというふうに私は受け止めました。なぜここを廃止という項目をなくすのかですね。役所というのは基本的にはその継続執行機関でありますから、その継続を基本にする私は体質があるとこう思っているんですね。ですから前任がやったことを基本的には引き継ぐというのが、これ役所の常であり行動パターンなんだろうと、こう思います。なかなか善人を否定できないというのが、これは役所の良しにつけ悪しきにつけ、そういうものなんだろうと。逆に言うと、あまりコロコロ変わられたら、それは国民の立場から見ると、逆に言うとそれは混乱するわけでありますから、むしろ継続を基本とするというのが役所の仕事のスタイルなんだろうと。でそれに対して、変更を迫るのはまさに立法府というか、国会の役割なんだろう、政治の役割なんだろうと、こう思うわけですね。で、そういう中で、政務が加わらないで、有識者とはいうもののですね、担当の部署が説明をし、そしてそこで一緒に議論をして、いう中で、この廃止をなくすということはですね、すなわちそれは、役所の仕事は継続させると。で、これは逆に言うと、そのまさにレビューという本来のものからですね、目的からは、反するのではないかと思うわけであります。なぜ廃止というものをなくされたんでしょうか。稲田国務大臣。行政事業レビューっていうのは各府省自ら見直すというところにポイントがあります。また無駄を排除するという面も非常に重要ですと同時に、その事業をより良い事業にするとか、無駄な事業はやめるとかいうこともあります。先ほどご答弁いたしましたように、政務が参加しないのではなくて、各府省の判断で政務が参加することもやっていただいたらいいと思います。政務が参加することを、必要条件とはしてませんけれども、また政務っていうのは、大きな観点からその府省の事業全体を、総括、そして、責任を持ってですね、より良いものにする責任があるというふうに思っております。そして、事業レビュー、各府省の自らの取り組みですので、そしてそれを重視しながらも、また行政推進会議でも、行政改革推進会議でも横節を入れてですね、その各府省が見直した行政事業レビューをさらに見直すことともいたしております。そして今のお尋ねの廃止という選択肢をなぜなくしたのかということです。事業を廃止しないということではありません。そうではなくて、むしろ廃止という選択肢があったために、なんとなく廃止っていうその結論にですね、非常に着目がされてですね、本当の意味での建設的な見直しやら議論ができていたのかなというところに疑問を感じたわけであります。そして廃止、抜本的改善、一部改善、現状通りと 4択だったものを、事業全体の抜本的改善、事業内容の改善および現状通りという3本にいたしました。今先生がご指摘の廃止というのは、
事業全体の抜本的改善の中に含まれております。どういうことかというと、事業全体を抜本的に改善しない限り、それは廃止ですよというのがその選択肢でございます。そして、これはですね、公開プロセスの趣旨目的を明確化したことによる伴う改善であって、決してですね、その事業の見直しを緩めたり事業を継続することを前提にするというものではございません。先ほど申し上げましたように、各府省の公開プロセスの実施にあたっては、対象事業や外部有識者の選定に対して、行政改革推進会議やその事務局が関与することにもいたしております。より効率的で、厳格な点検議論、また建設的な事業の見直しに向けて改善をしたところでございます。近藤陽介君。大臣ですね、おっしゃることも理解はできるんですけれども、もう大臣もよく霞が関の気候のことはよくご存知であられますから、ことさら申し上げませんけれども、しかしやはりその抜本的改善というのは、そこはその役所側からするとですね、あの手この手で、その抜本的改善に見せながらなかなか、残していくと、ものを残していくというそのテクニックについては、彼らは、私は役所の方々を信用してないわけではありません。非常に志を持った職員がたくさんおります。しかしながら、そのテクニック、また、なんとかかんとかその事業を残そうと。で、それは、やはりそこを自分の代で潰してしまったらですね、先代たちに、申し訳がたないという思考もですね、やっぱり残念ながら残っている部分はあろうかと思っています。やはり私はその一種の言葉はどうか別にして、暴力装置的なというつもりはございませんが、やっぱり廃止があるんだというそこの緊張感というのは、私はやはり仕分けされる立場、そして省内において事業を見直す立場の両方を経験したものとしてですね、それはやはり配信もあり得るんだということがですね、やはり本気の見直しにつながると、こう私は思います。いずれにしろ新しい事業レビューがこれから始まるわけであります。どういうものになり、その結果、どういう事業の変化が見られたのかということについては、これは国会においてもきちんと報告をされるでしょうから、それをしっかりですね、我々としては、逆な意味で行政事業レビューを国会においてレビューさせていただきたい、こう思います。また合わせてます、ぜひ大臣ですね、私はやはり政務三役が加わることは私は意味があったと思います。そこはやはり、真剣に一つ一つのですね、政務人の立場で自分の役所担当の役所がどういう事業をしててどういう仕事ぶりをしているのかというのは、やはりそういう場面に接しないとなかなかわからないというのも実態でありますから、ぜひ、あまり役所言葉は使いたくありませんが、大臣のリーダーシップにおいてですね、政務三役の参加を商用というんでしょうか、進めるというんでしょうか、そういうことで、ぜひできるだけ多くの政務三役がというか、担当の政務三役全員が参加する必要はございませんが、誰かがこの行政事業レビューを責任持って見るという形で促していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。稲田国務大臣。今近藤委員からさまざまなご指摘をいただきました。行政事業レビューをより良いものにして、行政を効率的なものにする、無駄を排除すると、そして、その目的は政治に対する国民の信頼を取り戻すということでございますので、全く本当に、意識は一致していると思います。そしてこの行政事業レビューのあり方についてはですね、今まで政権を自民党政権になってから民主党政権で行われたことも踏まえながら、行政改革推進会議で議論を重ねて、こういう取り組みというか実施方法を決めたところでございます。何度も申し上げますが、政務三役を排除するとか民主党政権で問題があったからということではなくて、それぞれの各府省の自発的な自律的な取り組みを重視したいということでございますので、まずこのやり方で実施させていただいて、また先生からのご意見をいただきながら改善にも努めてまいりたいと思っております。
近藤洋介君。はい、では次、法案の中身について、質問に入ります。今回の転嫁対策法案でありますけれども、まあ、我々民主党政権下で議論をしてきたものに加えて、自民党の税制調査会で、議論が重なり、いくつかの点が加わったわけであります。で、そこでその加わった点について、この場では正していきたいと思うんですが、一つにはそのいわゆる、消費税還元セールといったものを、まあ、禁止するという方針が示されました。お手元、委員長の許しを得て、お手元に資料を配布させられておりますが、まず消費者庁の方にお伺いしたいんですが、私は昨日、この1から6まで、現時点で禁止されるものは何なのか、そうでないものはどうなのかというのを、課長さんと議論させていただいて、表にまとめました。いわゆる消費税還元セール、これはダメだ、こういうことであります。3% 還元セール、これは、まあ、消費税を想起させる可能性があるので、まあ、検討しなければいけないと。これから検討しなければいけない。で、全品 3% 値下げセール、まあ、これ還元という言葉が問題、3% と還元がダブルでまずいので、検討なんですが、30についてはやはり 3% という数字が消費税を弱気させるというので、これも検討しなければいけないと。で、次が生活応援全品価格据え置きセール、これも検討中と。で、まあ、もう一つ5番で、こういう時期だから、全品生活応援セール、これも、まあ、見出しにこういう時期だからと、こういうのが入ってどうですかというと、これもちょっと丸とは言えないと、こういうことであります。で、次、春の生活応援セール、これも私はこれは間違いなく大丈夫だろうとこう思ったら、まあ、役所側の昨日の説明はですね、いやいや、これも時と場合によりけりと、こういうお答えぶりでございました。確認でございます。この1から6までですね、果たして現時点で確実にダメなのはどれで、あとはどうなのか、お答えいただけますでしょうか。消費者庁、菅久審議官。お答えいたします。本法案8条では消費税に関連するような形で、いわゆる消費税の転嫁を阻害する安売り等の表示を行うことを禁止しているものでございます。まあ、そこで消費税還元セールと消費税還元セールというように、消費税という文言を用いている場合、まあ、これだけではなく、消費税という文言を用いていない場合でありましても、例えばそれが例えば新聞折り込みチラシでこう行われている広告であるような場合でありますと、そのチラシでの表示全体から見まして、一般消費者がその消費税に関連した安売り等の表示であると認識するかどうか、まあ、そういうふうに認識するものは禁止されるというふうに考えております。で、まあ、従いまして具体的にどういう表示が禁止されるかというのは、その表示の一部の文言のみを取り出して判断されるわけではございませんで、表示されておりますその値引きの幅でありますとか時期、対応、まあ、そうした要素も総合的に勘案しつつ、先ほどのチラシの例で言えば、チラシでの表示全体から見まして、消費税と関連付けて値引き等の宣伝を行っていることが明らかであるかどうか、明らかであるものは禁止されるということでございます。従いましてお示しされた例で申しますと、2から6につきましては、そういう意味で、その他の表示全体との関連ということを考えて、判断しなければいけないというふうに考えております。近藤洋介君。いや、ですから今の時点では消費税とかの、ね、引き上げと関連させるものについては問題だ、こういう判断だというのが消費者庁の判断です。これしかしですね、非常に今の時点では不透明ですよね。稲田大臣、ちょっとすみません、通告ないんですけれども、ご家庭でもう主婦でもあられるとは思うんですが、最近スーパーとかよく利用されますか。やはりとは思うんですけれども、大体その普通のスーパーがですね、月に何回ぐらいこういう引き下げセールをやられるか、あまり ご存知でしょうか。その月に何回ぐらいですね、こういう全品値下げセールというのをやられているかというのを ご存知ですか。印象で結構でございます。なかなかもう大臣がスーパーに行く機会なかなかないでしょうけれども、月に何回ぐらいされているか。稲田国務大臣。私の印象としては2回ぐらいやってるんじゃないでしょうか。はい、近藤洋介君。そうです、2回はやってますね。
毎月20の日は何とかの日とか、123、123の1とか、いろんなこと言いながらですね、10日とか20日とか、全品値下げセール、大体月に2回ぐらいやってますよ。大手のスーパー。小さなスーパーだってやられてます。ですから、何を言いたいかというと、これ、セールというのはですね、本当に特に小売店は、ゼロのつく日は何の日とか言ったり、全品値下げ、かつ今日はお肉が特売だとか、こういうことをやってるのが、スーパーの小売の現場です。ですから、このセールというのは、何もジャイアンツ応援セールで、優勝セールの一回、年に一回なんてもんではなくて、毎月やっている行動なんですね。で、その毎月やっている行動が、今の時点で、さて、1はダメだけど、2から6までがどうかわからないというのは、極めて不安定な状況なんだろう。こう思うんですね。これ、改めて、早急にガイドラインを決めなきゃいけないと、こう思うんですが、まず、いつまでガイドラインを、そしてどういう形でのガイドラインになるんですか。お答えください。消費者庁、菅久審議官。お答えいたします。ガイドラインにおきましては先ほど申しましたね、基本的な考え方でございますけれども、消費税と関連付けて値引き等の宣伝を行っていることになるかどうか、これについて判断する際の考慮要素、基本的な考え方もこういうことを示したいと考えておりますが、それに加えまして事業者の方々にとりまして、具体的にどのような表示が禁止されるか、これは事業者の方々からいろいろお話を聞きまして、実際にどういう表示を想定しているかというようなこともお伺いつつ、そういう具体的にどういう表示が禁止されるかということについて、できるだけ分かりやすく示してまいりたいというふうに考えております。またこのガイドラインにつきましては速やかに作成し公表することで周知徹底を図っていくことを重要と考えておりますので、法律が公布された後パブリックコメントなどの所要の手続きを行った上で、できる限り速やかに公表できるよう準備を進めてまいりたいと考えております。近藤陽介君。これもやや実務的な話なんでですね、要は私、昨日消費者庁の方々と意見交換をさせていただいて、ふと思ったのは、この6番の春の生活応援セールも、要は4月消費税率が値上げされる、引き上げられる、その時期だと、やはり、誰もが消費税の引き上げなので、場合によってはね、やはりこの、普通の時期の生活応援だったら問題ないんだけど、まさにその時期についての問題が生じるというお話だったんですね。だから何を言いたいかというと、この4月というのはおそらく来年春はもう世の中全部が消費税引き上げだということを分かっている時期ですから、値上げの春、こういうことなんですね。だからこういう値上げの春の時に応援セールというのは消費税の還元を、消費税との関連性が出てくるかもしれないので、これもクエスチョンだというお答えだったんです。だとするとですね、新官ですね、4月は、ないしは5月連休ぐらいまで、値下げセールはできない、というか、このセールはできないとも取れるんですが、いかがですか、そういう可能性もあるんですか、今の時点で。消費者庁、菅久審議官。お答えいたします。この本法案の8条では、いわゆる消費税に関連するような形での安売り等の表示を禁止しているということでございますので、いわゆるその値引き自体、それからそういう価格設定行動自体を禁止するものでもございません。また、先ほどお話として出ました、日常的に行ってこれまでいることをまた引き続き行っていくと、それを自体をまた禁止するものでもないというふうに考えております。ただ、今ご指摘いただきましたような、いろいろ不明な点あろうかと思いますので、事業者の方々からもいろいろお話を聞きながら、分かりやすいガイドラインということで、形で示していきたいというふうに考えております。委員長。近藤陽介君。非常にですね、ここは大事な点だと思うんですね。というのは、稲田大臣ですね、やっぱりそのプライシングというか、価格の決定というのは、企業にとって最も重要な意思決定なんですね。それは企業経営の基本というか、その企業戦略そのものなわけであります。で、その価格設定、売り方について、非常に気持ちはわかるんです。その消費税還元セールといったようなものをやってできる企業と大流通と、そうできない小規模事業者がある。そこはやはりイコールフッティングにしなければいけない。ということ。で、その今回の法の趣旨というのは私も十分理解するんですが、しかしこれを現実に落とし込んだときにですね、果たしてこの企業行動にとって最も重要な価格設定について、
非常に不透明な運用になるんじゃないかと。で、稲田大臣はこの法案の担当大臣であると同時に公取の担当大臣でありますから、ちょっとあえてこの資料にですね、独占禁止法、経済取引の憲法というのは独禁法でございます。これは経済取引の憲法です。この憲法たる独禁法の第一条にはですね、明確にこう書いてるんですね。もちろん独占の不公正な取引方法を禁止する、そして、過度な集中配慮を防止するということを書いているのと同時に、下線を引いてますけれど、独禁法の目的に公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発展させ、事業活動を盛んにし、もって雇用及び所得の水準を高め、国民経済の発展、健全な発達を促進することを目的とすると、これが独禁法の目的でございますが、ここに書いている、まさに公正かつ自由な競争という観点からいくとですね、今回のこの規制というのはですね、あまりにその事業者の公正かつ自由な競争というのを、さしても一定期間相当程度阻害する恐れはないか、公取担当大臣としてですね、ここの独禁法のその精神に照らしても、ちょっとやりようによっては過度な規制になりはしないかという懸念を持つんですが、公正な競争を所管する大臣としていかがでしょうか。稲田国務大臣。はい、公取のですね、公正、独禁法の一条の趣旨、まさしく自由で、公正な競争をもって、経済の発展と、消費者の保護ということでございますので、これはですね、委員ご指摘のとおり、価格の設定というのは、まさしくその根幹をなすような競争だと思います。一方で、先ほど委員もご指摘になったように、この8条のですね、趣旨であるところの、消費者に誤認を与えない、そしてまた消費者に消費税を転嫁できない買い叩きなどを誘発することがないようにというその趣旨はご理解をいただけたと思っております。で、8条の中で1、2、3項とありまして、1項は消費税を転嫁していない旨の表示、私たちは消費税をいただいておりませんという表示ですよね。で、2項は、負担すべき消費税に相当する額の全部または一部を対価の額から減ずる旨の表示。で、3項で消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示。ここが、不明確であるというご指摘だと思いますので、ここはですね、きちんとガイドライン等で明確にしてまいりたいと思っております。本田洋介君。今回の問題はですね、これ、価格だけのことを書いてますけれども、これ、ポイント還元などというのも、当然これに類似して起きるわけですね、ポイント制度というのも、ですから、相当程度ですね、その事業者の活動を制限する恐れがあると思うんです。茂木大臣にお伺いしたいんですが、私は現代の日本、これ、世界的にも、こういう、付加価値税を引き上げるにあたって、こうした制限をした例が果たしてあるのかと事務方に聞いたら、あまりございませんと、世界的にもあまりございませんと、こういう話でありました。日本独特のこの制度で、あるように思うわけでありますけど、私は本来、やはり基本的には慎重に行うべきだと、こう思うわけであります。経済、流通業も含めて所管する大臣として。どうこの法のガイドラインの運用についてお考えなのか、合わせて少なくともガイドラインを作成するにあたってはですね、かなりの部分、要するに現場のですね、声を相当聞いてもらわないと、これは消費者にとっても不幸が生じるとこう思うのでありますけれども、ぜひ現場の声を、流通の現場の声を十分に反映させるようにということを内閣においても茂木大臣主張されるべきだとこう思いますが、いかがでしょうか。茂木経済産業大臣。おそらくですね、欧米と日本の、いわゆるこういったですね、販売促進活動かなり違っておりまして、委員ご指摘のですね、例えばスーパー等での、値引きといいますか、そういうセールス、月何回かやられていると思います。極端に言いますと、特定の売り場に限定したらほぼ毎日のような形でやっていると。パリなんかはですね、ソルドは2回ですよ、基本的には春と秋、こういった違いというのがですね、かなりあるんではないかなと私はまず思っております。そういった中においてですね、何が問題かというとですね、
この消費税、これはあの利益還元制度と違うんですね。そのスーパーに利益が残ったらそれを消費者に還元することができるんですよ。ところが消費税はですね、小売業者に残っちゃ困るんです。それを政府に納入してもらうんですから、やるとしたら消費税を還元するのは政府しかできないんですよ。このできないことをやっているということにやっぱり問題があるわけでありまして、その結果としておそらくですね、まあ、小売で言いますとかなりギリギリのマージンでやると、そこのところにさらに 3% を乗せる 5% のですね、まあ、値引きをする、まあ、いうことになりますと、まあ、これが、納入業者に対する、まあ、買い叩きにつながる、まあ、さらにはですね、周辺の小売業なかなかさらにマージン 3% まで落とせない、まあ、こういうところに対してですね、悪影響が及ぶと、まあ、いったことでですね、まあ、今回の措置は、まあ、取らさせていただいております。もちろんその、こういったですね、販売促進活動、これの自由度、これはきちんと確保しなければいけない、その一方でですね、こういった過剰なやっぱり消費税に便乗したようなですね、値下げと、これは是正しなければならない、まあ、こういうですね、バランスの上で組み立てるべきだと、まあ、こんなふうに思っておりまして、まあ、今後あのガイドライン、まあ、作る中でですね、まあ、当然その流通業者のに対する説明をしっかりする、そしてまたパブリックコメントを通じてですね、現場の事業者の声をしっかり聞いていく、あの委員ご指摘のとおり大変重要なポイントだと思っております。近藤陽介君。私はあの消費税が導入をされると、やはりあの私はあの消費税税率引き上げは次の世代のために必要だという思いで、党内の議論でもそういう主張を展開してまいりましたし、今もその立場に立つものでありますが、しかし同時にやはりその経済全体に与える影響というのは、やはり注意深く見なければいけないと思うわけであります。あの配布資料の2枚目を見ていただければと思うんですが、平成元年の時の消費税の、これはチェーンストア協会の統計でありますけれども、やはり3月にドンと上がって、4月落ちてきたと。で、税率アップ、平成9年の時、この時はより顕著なわけでありますが、3月に駆け込み需要があり、4月以降はずっと底を張っていると、こういうことであります。で、今回の消費税率について、これもいろいろ議論のある中で2段階とこうなったわけであります。来年の春と、そして1年半後の春と。まあ、あの、流通の現場の方に聞くと、一発勝負の方がありがたかったと。まあ、こういう、声もある中で2段階と。で、この2段階ということは、来春やって、そして次、間もなく1年半あるということは、消費者の心理に立つとですね、これずる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 っとこう、消費が減退する、可能性を、恐れを秘めていると思うんですね。で、この辺ですね、まあ、この消費が減退するということになると、GDP の6割は国内消費でございますから、大変大きな影響もあると考えるわけですけど、この消費税率が上げる、その日本経済全体に与える影響についてですね、どのように政府は現時点で分析をされているのか、これは内閣府なのか財務省なのか、どちらがお答えいただきますか。内閣府、豊田大臣官房審議官。お答えいたします。過去における我が国や諸外国の例を見ても、消費税率の引き上げ前後には駆け込み需要およびその反動源による影響等が見込まれておりますが、今回の税制改正で住宅取得の影響を平準化緩和する観点から、住宅ローン減税の抜本的な拡充などの措置が講じられていること、また、今般は社会保障税一体改革による消費税率引き上げによる増収は全額社会保障財源として国民に還元されることから、引き上げ前後の期間で鳴らしてみると経済への影響は限定的になるものと考えられます。消費税率の引き上げにつきましては、本年秋に税制抜本改革法附則第18条にのっとりまして、名目及び実質の経済成長率等種々の経済指標を確認し、経済状況等を総合的に勘案して判断を行うこととなっており、条文の趣旨を踏まえて適切に対応していくこととなります。またその後におきましても、経済財政状況の激変等が生じた場合には適切な対応を行っていくこととなります。いずれにせよ、デフレを脱却し経済をしっかり成長させていくことが重要であると考えているところでございます。近藤陽介君。僕はですから、
ただ現時点でどれぐらいのマクロに対する影響があるのかと聞きたかったので、ちょっとなかなかご答弁になってなかったんですが、こちらの聞き方もあるかもしれませんが、私はこの支援ストア協会の数値、また次の話もなりますけど、国土交通省が出していただいている次のページでありますけど、新規住宅着工の推移等々も見てもですね、やはりこれは日本の経済に与える、消費に与える影響ですね、消費および住宅投資に与える影響はかなり大きいんだろうとこう思うわけであります。これはですね、もちろん我々はその社会保障を充実するから安心してくださいという思いで、消費税率の引き上げに踏み切っているわけでありますが、しかし現実の経済運営から見るとですね、なかなかどうなんだろうと。で、あえて言うと、例えばこれは消費税還元セールをやられたのは、まあ、某大手、チェーン店でありますけど、このチェーン店はですね、平成9年に消費税率が 3% からか 5% にアップされた。で、この時、まさに消費が低迷していったわけですね。で、それから約1年後ですね、なんともしょうがなくなって、困り果ててですね、この消費低迷を打開しなければいけない。という思いから、まあ、ネーミングはともかくとして 5% 還元セールというのをドーンと北海道エリアで売った。で、北海道エリアで売った途端 75% 売上が伸びた。で、全国展開をした。そしたら同様に 75% 売上が伸びた。こういうことなんですね。ですから、まあ、5% 還元というのは日常の業務でもやってるんだけれども、でも消費税とを返してあげますよと言った途端に気持ちはカッと明るくなって 75% も伸びたと、こういうことなんです。何を言いたいかというと、消費税を取られるということがいかに消費者のですね、心理を冷え込ましていて、で、それを還元したと言った途端にドーンと伸びたという一つの事例なわけですね。だから今回こういうことはできなくなるわけです。で、民間企業の彼らだってどうやって消費を喚起するかということに必死に血まなこになって行動をするわけだけども、そういう手立てを奪われて、そして、行く中で来年からこの数年間ですね、果たして消費喚起っていうのをどうするのか。私は大臣、ここで、茂木大臣お伺いしたいのはね、やはり消費喚起のためのですね、政策っていうのを、相当力を込めて、来年度以降を打ち出していかないと、この低迷というのはですね、いや、今年は、この前半の判断はいいですよ。まあ、私はあまり是としないけど、アベノミクスというもので、見かけ上の数字は上がるから、それは消費税の引き上げの判断はできるでしょう。だけど問題は上げた時の運営がですね、これが相当大変になるんじゃないかと。今の時期からそういった消費対策、喚起策というものをですね、株の上昇だけではなくてですね、打つ必要が経済対策上あるんじゃないか、考えておく必要があるんじゃないかと思うんですが、茂木大臣いかがですか。茂木経済産業大臣。近藤委員ご指摘の点は基本的に私も同じ意見であります。なかなか消費税の影響がですね、引き上げによって出るどれだけ出るかと図もお示しいただいたんですけれど、例えば97年の場合ちょうどこの時期がですね、アジアの金融危機と重なってしまったと、まあ、いうことで強めに出ていると、まあ、いろんなことあるわけでありますけど、基本的にはその消費税の前には駆け込み需要があり、そしてその後に反動減が起こるということでありまして、その波を少なくすると、住宅ローンの問題もそうでありますが、こういった努力は基本的に必要だと思っております。同時に全体のやはりですね、消費を上げていかなければいけない、まあ、いうことから経済を良くしなければいけないんだと、そんなふうに思っておりまして、そのためにまさにですね、今政権として成長戦略、こういうものに取り組んでおりまして、まあ、これにつきましてもですね、今年の6月をめどにですね、取りまとめ、実行できるものから実行していく。こういった中で基本はデフレから脱却する。やっぱりこれは個人もそうなんですけれど、こういった小売業者にしてもですね、どうしても安売り競争と、まあ、いうことをやってきたのから、いいものを適正な値段で売ると、まあ、そういう競争にですね、全体のメンタリティもですね、変えていかなければいけないんではないかなと、まあ、こんなふうに思っております。消費税の上げ方、
例えば今回2段階で上げさせていただくということなんですが、小売業者さんから見るとですね、いっぺんに上げてくる方が楽だったという思いもあるかもしれません。一方経済に対する影響だったら 1% ずつ上げていった方がいいんですよね。6%、7%、8%、それもできないだろうということで、2段階 8%、10%、まあ、こういう措置は、取らさせていただいたわけでありますけれど、いずれにしても消費を喚起すると、また日本経済全体として安売り競争ではなくてですね、いいものを適正な値段で売る、こういうメンタリティに変えていくということは極めて重要なことだと思っております。近藤雄介君。大臣、私も同感でございます。ぜひこれは時間の関係で質問を割愛しますが、中小企業の体質改善、これを機にですね、その小規模中小企業がそのより良いものを売れるような、その新しいビジネスモデルを構築するような経営指導支援策、まあ、これは中長ですでに一部行われているかとは思いますけれども、さらに大臣ですね、こういった分野も支援策というんでしょうか、元気のいい中小企業を作るための政策というのも進めていただきたいと、こう思うわけであります。国土交通省来ていただいているかと思うんですが、やはり住宅ですね、ここにも3枚目のグラフにもございますが、一時の新規着工160万、170万戸時代から今や80万戸時代と、もう一時のピークの半分まで新規住宅着工落ち込んでいるわけでありますが、まあ、年度が変わって今年度のような形で、まあ、駆け込み需要も含めてどうなるのか、また消費税率の引き上げによってどの程度何の政策も打たねば、ないしはどのような影響が出るのか、分析されているのか、お答えいただけますか。国土交通省、毛利大臣官房審議官。住宅着工についてお答えをさせていただきます。現在の公表されております住宅着工、今年度前年度の2月まで、公表されておりまして、その前の、同じ11ヶ月分で比較してみますと、現在は 6.1% 増ということで増大傾向にございます。で、実は今年度の見通しにつきましては、なかなかこれを予測することは難しいございますけれども、投資額ベースで、政府経済見通しによりますと、24年度投資額が 13.8 兆円が25年度 14.8 兆円と名目で 7.5% 増と見込まれ、その理由として増税前の増加を見込むというふうにされております。で、民間の有識者から聞いても、やはり25年度、住宅着工の増加が見込まれるということでございますけれども、では消費税の影響についてでございますけれども、まず一般論としまして、住宅取引価格は高額でございますし、家計に大きな負担をもたらしますので、消費税率引き上げの前後、駆け込み需要、その反動等による影響が着工構想に大きく生ずるという特徴がございます。実際に先生の資料の中にも、前回引き上げ時において、平成9年4月の引き上げ前の8年度に、15万戸の着工増が見られまして、その9年度と10年度2カ年かけまして45万戸落ち込んでいるという状況がございました。まあ、この原因につきましては、消費税率引き上げ前の駆け込みだけではなくて、あるいはその反動減だけではなくて、当時の経済の先行き不安等もあったというふうに当時の経済白書も分析をされております。で、こうした経緯に鑑みますと、もし何らかの手当がないとすれば、今回の消費税の引き上げにつきましては、近年の住宅取得能力と価格の関係等も合わせ考えますと、住宅取得に少なからぬ大きな影響が出る可能性があるというふうに考えておりました。はい、近藤雄介君。そうなんですね。やっぱりここは住宅はこう大変消費税のに敏感だとこう思うんですね。で、そういうこともこれありで、まあ、税制改正においては、26年から、住宅取得税の減税が大幅に拡充された。これは政権においてですね、大変思い切ったことをされたと評価をしたいと思います。まあ、我々も旧政権下時代からやっぱこういうこと必要だということで、政府税調において言ってまいりましたし、まあ、新政権においても大幅に拡充された。で、逆に言うと、まあ、税においてできることは相当やりきったかなという感が一方であるわけであります。で、ただこの税の恩恵というのは、やっぱりその
ローン減税はですね、その需要減が4000万円に拡充されました、5000万円に拡充されましたというのは、それだけ大きな投資ができる一定の所得層と、こういうことでありますから、中低所得者層については、やっぱ恩恵は限定的だと、まあ、そうなると、当然、何らかの給付措置が必要だと、まあ、与党においては、与党税調においては何らかの給付措置が必要だという頭出しはされたのは私も聞いておりますけれども、これは政府においてですね、やはり私も何らかの給付措置必要なんだろうと、まあ、住宅エコポイント、いろいろ批判ございましたけど、我々やりきって非常に効果があったと、こう思っています。まあ、エコポイントがどうかは別にしてもですね、何らかの措置が、給付措置が必要だろうと、こう思いますし、それは、まあ、ありていに言うと、まあ、財務政務官も来ていただいてますけど、100億や200億の話ではございません。相当程度の予算規模になろうかと思いますけど、国土交通省、いかがですか、給付措置の設計、もうある程度、大蔵省と話が内々についてできるという状況まで来てますか。国土交通省、毛利大臣官房審議官。給付措置についてのお尋ねでございます。その前に1点だけ補足させていただきますと、今回の消費税対策として特徴的なことは、一つは先生おっしゃいましたように、大幅なローン減税をはじめとする税による拡充措置が行われたということでありまして、しかもそれが現時点25年度税制改正として、来年の引き上げに向けて今年のおかげさまで法案が通りましたので、4月時点でははっきりしていたという点がございます。それからしかも終わりの期限というのが消費税27年10月に 10% に上がる予定でございますが、29年12月までの措置として示されている、非常に先行きについてのビジョンが持ちやすいところがございました。しかしながら加えまして、ご指摘のとおりこれだけで十分な措置かということでございまして、ご指摘の給付措置というのが盛り込まれているわけでございまして、改めて申しますと、25年度の予想税制改正大綱を踏まえまして、住宅ローン減税の延長拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しまして、別途良質な住宅ストックの形成を促す観点から適切な給付措置を講じるというふうにされております。で、給付措置の具体的内容でございますが、例えば対象となる住宅取得者の要件、住宅にどのような性能を求めるべきかといったような、まださまざまな論点がございまして、現在精力的に検討を行っているところでございます。本年10月1日が現在の税率が適用される共有契約のいわゆる指定日になっておりますことを考え合わせますと、給付措置の具体的な内容につきましては、それまでに一定の周知期間も必要であることを踏まえまして、できるだけ早期に、まあ、遅くともこの夏までにはお示しできるように関係府省とともにしっかり取り組んでまいりたいと思います。近藤陽介君。まあ、まだ要求が出てない中で財務省に聞くのも酷ではありますけれども、政務官いかがですか。竹内財務大臣政務官。お答え申し上げます。住宅取得者に対する給付措置につきましては、与党税制改正大綱におきまして、所得税に加え、住民税による住宅ローン減税の拡充策を講じてもなお効果が限定的な所得層に対しまして、別途良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切な給付を講じるとされたところでございます。これを踏まえまして、政府におきましては税制措置と合わせた全体の財源を踏まえながら検討を進め、今後適切に対応してまいりたいと考えております。近藤陽介君。まあ、ぜひやはり税の方は相当見通しが立つような形になっているわけですから、給付措置の方もやっぱり同様に早めに見通しができるような状況をするというのが、これは国民目線だとは当然だろうと思いますので、急いでいただきたいこう思います。国交省さん OK です。内閣さんもいいですのでどうぞ。はい。それでもう一つですね、これ標準問題についてお伺いしたいと思います。これ財務省にお伺いしたいと思いますが、まあ、そもそも流通の多くの現場ではですね、まあ、今回の表示ではいわゆる総額表示と外税方式両方併用が認められると、小売りについてですね、今まで総額表示が原則だったものを両方認めるという形になりました。まあ、ただ百貨店業界高額商品を除くとですね、流通の現場で聞くとやっぱり外税の方が本当は望ましいんだという声もいろいろ聞くとあります。まあ、業界様々でありますけれども、まあ、聞きます。で、本来これは消費税導入時は外税だったわけでありますが、それが
16年に総額標準に変わったということであります。なぜ改めてその時方針が変わってしまったのか、まあ、当時、時の税制調査会長山中貞則先生がですね、何らかの場で、俺は間違っていたと、やっぱり内税の総額表示の方が良かったと、良かったのだと、俺は間違っていたとこう発言されたという話がなんか伝説のように伝わっていてですね、山中先生までもが内税がいいとおっしゃったからそうなんだというふうにこう我々後から来たものは受け止めるんですけれども、なんとなくそれは山中先生が間違っていたという発言がなんか神のご神託のようにこう募ってるけれども、実はその裏にはですね、内税の方がやっぱり税を取りやすいという財務省の思惑がやっぱりあって、それがなんか山中先生を通じてこう山中先生も納得された内総額表示というふうにこうなってしまったんではないかとちょっとこう勘ぐる感じもするんですが、改めてその経緯、とですね合わせて今回2つの方式があるけれども、最終的には政府としては総額表示というものに修練させるという方針に変わりはないとか確認をしたいと思います。竹内財務大臣政務官。先生よくご承知のとおり、平成元年の消費税の創設後は消費者向けの価格表示は各事業者の判断に委ねられてきたところでございます。その後平成15年度改正におきまして変わった理由というのはですね、それまで主流であった税抜き価格ではレジで請求されるまで最終的に消費者がいくら支払えばいいのか分かりにくいということが一つ、それから税抜き表示のお店と税込み表示のお店での比較価格がの比較がしづらいと、といった消費者の方々からの声が多数ございまして、これらを踏まえて消費者向けの価格表示につきましては総額表示が義務付けられることとされたところでございます。それから山中先生のご発言の云々のお話がございましたけれども、これはですね、まず消費税の総額表示の義務付けにつきましては今申し上げたとおり消費者の便宜の観点から導入されたものでございまして、これは当時の民間事業者の方々の提言とかですね、その他にもそれを踏まえた政府税調の答申等におきましてもですね、数々同様の指摘がなされていたところでございます。で、今回総額表示の義務付けはですね、この値札などに消費税額を含む支払い総額の表示を義務付けるものではございますけれども、合わせて消費税額とかですね、それから税抜き価格を記載することを決して妨げるものではございませんで、そういう意味ではですね、なんか総額表示の方が通税感がないというか消費税を引き上げやすいとかというご指摘はですね、当たらないと考えておるところでございます。権藤陽介君。はい、政務官ですね、もう一ついわゆる B2B 事業者間の取引についてはこれは特段制限がないわけであります。今回の法案ではですね、外税を求めた場合それを拒否できないという形で一つ私は一歩前進されたなとこう思うんですが、事業者間の取引ではやっぱりかなり多くの方々からですね、ここは外税の方が良いという声を聞きます。でこれは決めの問題でありまして、私は原則外税と B2B はですね、原則外税という方針をもう一歩踏み込んで出されてもよかったんじゃないかと、今回半歩前進はされているとは思うんですけれども、やはりこれだけ将来の 10% の税率ということも見越しますとですね、ここは事業者間取引まさに外税であれば価格転嫁というのも税率の確定化というのも、これはもう有無を言わさずスムーズにいくわけでありますから、事業者間については私は原則外税の方針で、方向で今後検討されたらよいとこう思うんですが、財務省いかがでしょうか。竹内財務大臣政務官。先生のおっしゃる通りですね、私どももさまざまな事業者の方々のお声を聞かせていただいております。で外税の方がいいというお声も業界によってはございます。ただですね、事業者間 B2B の取引の価格表示につきましては、
外税、内税、いずれの方法もまあ可能となっているという、まあ、今現状でございまして、まあ、確かにこの B2B の場合、外税の取引が多いということは事実であろうというふうに思っております。その上でですね、今先生からご指摘ありましたように、この規制を設けるべきではないという意見が出ているところでございますもあるんですが、また事業者によってですね、その業種、業態や事業規模、商慣習など非常に多種多様にわたっておるものですから、一律にですね、なかなかこの特定の表示方法を義務付けることが難しいということも、ございます。まあ、そういうことからですね、この力の弱い事業者がですね、まあ、事業者間取引において、税込み価格による価格交渉を強いられてですね、まあ、総額表示というようなことからですね、強いられて結果として転嫁拒否や買い叩きにつながるという声が、まあ、あるということも踏まえまして、まあ、先生がすでにご指摘されましたようにですね、大型小売店等に対しましては納入業者が外税での価格交渉を申し出た場合には、大型小売店とはこれを拒否してはならないこととしたところもございますし、また業界団体などがですね、外税で取引することについてですね、業界内で統一基準の策定を行っても独占禁止法を適用しないと旨の規定も盛り込んだところでございます。まあ、また先ほどから繰り返しになりますが、消費者に対するこの利便、便宜というようなこともございましてですね、さまざまな点を考慮して今回の法案に至ったということでございます。近藤陽介君。時間が参りましたので、ちょっと質問、最後できないので、言いっぱなしでお許しいただければと思うんですが、簡素な給付措置についてであります。我々、民主党政権下では、10% 段階までも簡素な給付措置でやるべきだと、こういう方針でありました。現政権下では、少なくとも 8% 段階までは簡素な給付措置と、こういうことでコンセンサスがあると、こう思っています。軽減税率については、私は、本当はそれは軽減税率やりますって言った方が、ご家庭の主婦には、就評活動という意味ではプラスだとこうも思いますけれども、しかし残念ながら、いろいろ考えると 10% 段階までの軽減税率は難しいという我々民主党は立場に立っています。政府内では現在検討中とこう聞いていますが、少なくとも簡素な給付措置についてはですね、財務省の政務官もいらっしゃいますので、ぜひ、これ早急にですね、やはり中身を詰めるべきだ、このことは申し上げたいと思います。価格転嫁法案、これ法律としてはこれ通り審議されているわけですけれども、もう一方のですね、簡素な給付措置についてはまだなかなか影も形も見えてないという状況でございますので、ぜひ、自治体への協議等々実務的なことを考えてもですね、もうそろそろ姿を出さなければいけない、と思いますので、ぜひ政府内において、この簡素な給付措置の概要について急いでいただきたいということを申し上げて、時間が来ましたので質問を終了します。僕次呼ばれるのか